こんにちは、なおです。重量 100% オーバーでクリアする動画、今回は第6回目になります。続きはこの第5の花見からですね。こちらからスタートになります。さあ早速やっていきます。この重量 100% オーバーでクリアするという動画も、もうなんだかんだもうここあと残すところ、こちら第5の花見と次の青き目の侍で最後ラストステージですね。もう残すところミッションも3つになったので、今回でなんとか頑張ってクリアまで持っていきたいなと思ってます。最初はちょっと重量 100% オーバーどうなるものかと思ったんですけども、まあ、なんだかんだ来れるもんだなと思ってるところです。いやしかしここはめちゃくちゃ敵の数が多いので、一回バレるとかなり厄介なことになる。あーっと言ってるそばからバレると大変なので隠れていきます。鍵も取って、あいや、え、気づかれる。うっそ、まずまずまず。あいつは多分そんな追ってこないんじゃないか。よし、追ってこないですね。この隙に、さあそしてよいしょ。あ、やべ、気づかれた。こいつ普通の敵より強いので、ちょっと術をかけて、あ、気力がない、まずい。やっぱあれですね、戦闘の際にはこの結界符使わないとダメですね。おっと、間違えた。変な坊さん落ちちゃった。よし、あとちょっと、いや、あ、回復するかい。そこで今のうちにここぶっ壊して、あ、やべ、倒しきれなかった。よし、ふう、あぶねえ。さてと、これで道ができたので上までとりあえず突っ走ります。はい、ということで2つ目の社に到着です。ここから先はそうですね、なるべく敵との交戦は避けたいところではあるんですけれども、結構一つのこのマップが、ここは広いんですけど他のところ結構狭いので敵に見つかる可能性が高いんですよね。こういうところも慎重に慎重に。よしよしよし。でちょっと3つ目の社あったんですけど、ちょっとスルーして先に岩だけ壊していきましょう。ここもあのモヤモヤに触れちゃうとすげえ厄介なので、ささっとスルーして、こっからですね、こっから先がちょっと自分は心配なんですよね。ささ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 と、こう、よしよしよし、ここまで来ればだいぶ、ここはそのままいけるかな。気づかれるけど無視していくと。いけいけ、よし。この先の常闇の中が最後の石ですね。よし、ここ入る前に光線が予想されるので、さあ行くぞ。この真ん中は避けて、よし、いけ、壊せ壊せ壊せ、叩き込め。よっしゃ、よし、落ちないようにだけ気をつけて。よし、さあボス前最後の社ですね。さあボス戦に向けて最後のスルーフポイントですね。ここはほんと厄介な奴らなので絶対見つからないように脇を抜けていきます。こいつらほんとまともに戦うとめちゃくちゃ強いですからね。ただの人型モンスターじゃねえや、人型の敵とはちょっと訳が違うので。さあ2回目の闘吉郎戦の前にバフかけです。さあ行きます。よし、風力目つぶし。こいつはとにかく連打がひどいことになるので、畳みかけるっていうことはこの今の現状のこのを気力ない状態では無理なので、コツコツと、おっとととととと、危なあ、ちょっとあまりにも焦りすぎて傘が出ちゃいました。そんな使う予定はなかったんですけど、よし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 。でこの隙にもう一回バフをかけ直すと。よし、さあ2戦目というか連戦ですね。ここが一番怖いです。こいつこの後もう一回戦うんですけど、よいしょ、この1回目というかこの時が一番 HP も多いし自分は
やりづらいですね。こうやって一回倒した後はそんなに言うほど HP も多くないし怖くないんですよね。ここがどうする、どうなるか。すげえ、あーすげえすげえすげえ、おーおーおー、あ、間違えた、こっちじゃねえや。本体どこ行った、これか、よいしょ、怖えな。あーしまった、ちょっと今毒回復しようかなとか思ってたらこれですよ。あータイミングもまずいな、死んだくねえぞ。避けられますね、やはり結界符がないと。あぶねえ、あれすごい、あの技ってゆっくりなんですけど、なんかゆっくりなだけにタイミングが難しかったりするんですよねって言いながら倒しました。さあ最後ですね、ここさえ乗り切れば妖怪技もガンガンいきます。この一回やられた後は HP が低いので、もうあとはもう押し切るしかないですね。あれ気力がね、気力がね、気力も結界符もないとなったらもうあとは妖怪技しか頼るものがないんですよね。あーぶねー、いやかなりギリギリではあったんですけども、なんとか撃破に成功です。ついに第5の花見をクリアし、最後の残照編で突入です。そしてミッションは19個目、青き目の侍になります。はい、このミッションはもう見ての通りウィリアムを倒せば終了になります。全力で戦います。ウィリアム意外と早いんですよね、こんなムキムキなのに。もうやら、このウィリアムは4分の1ぐらいかな、4分の3くらいか、4分の3くらい、まあ、HP を減らせば勝ちになるんですけども、この守護霊のシアーシャを使われるとすげえ動きが速くなって大変なので、こうなったらもう一気に妖怪技で畳みかけます。さあよし、無事ウィリアムも倒せました。もう妖怪技様々ですね。はい、それでは続いてはメインミッション、瞳に移りし者、最後のミッションになります。ここをクリアできれば全クリです。それでは早速行きたいと思います。さあ始めましょう。ここはまあマラソン等でかなり通ってるので、マップ的にはそんなに迷うってこともないし、何か不安なところといえばやはり最後のラスボス戦ですよね。通常の状態では当然何度もやってるのでいいんですけども、実はマラソン中にやられたこともあったりするぐらい結構強敵なので、この重量 100% の状態、ここまでクリアしてきているとはいえどこまでラスボスに通用するのかなといったところです。いやーでもなんだかんだ来れるもんですね。本当始めた時はいや本当途中で詰んでしまったらどうしようかなってそればっかり心配してたんですけども、なんだかんだでここまで来ることができました。ただぶっちゃけこれ術とか、陰陽術とか、まあ忍術もそうだし、あとはなんといっても妖怪技ですよね、それを縛っていたら多分自分はここまで来れなかったんじゃないかなと。来れるにしてももう時間はこんなもんじゃないですよね、きっとこの何倍もかかってたんじゃないかなっていう感じです。ということで最後ラスボス戦いきたいと思います。さあ重量 100% 状態の私と大竹丸、どっちが強いのか勝負です。おっとっと、攻撃当たらんな、いけ、カウンターも取っていく。こいつは前半はこんなやってまだおとなしいんですけど、後半のなんて言うんだろうな、妖怪化っていうんですかね、 HP が3分の1ぐらいになってからですよね、めちゃくちゃ攻撃が激しくなるので、このいいですね、これ途中でこの戦闘って秀吉がこうやって助けてくれるんですけど、この秀吉のサポートも存分に使っていかないと勝ちは難しいんじゃないでしょうか。おっとっと、一回切れてるか、よいしょー、おおおお、あーそうですそうです、ここら辺からですね、 HP 半分を切ること、おっとここら辺からも一気に攻撃が激しくなってくるんですよね。
よし、妖怪化もガンガン使ってきますよ。やられないぞ。おーおーおー、すげえ攻撃。あとちょっと気力がなくなってきてる。でもあいつもあとちょっとで死ぬぞ。よし、結界符結界符、アムリッター誤信。おー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 、あーもう全部何でも、おっつーガードが外れ、おっしゃカウンター、あと一発じゃないけどもう少し、うん、あれ買う気力がない、気力がない、気力がない。あ、そっか、ここよじゃねえや、なんだっけこの黒いモヤモヤがついてる今。よいしょ、混沌か、混沌やられな、なおさら気力がもうひどいことになってるので、最後は妖怪技と傘で決めたい。いけ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 、押し切れ押し切れ、よっしゃ、これで最後とどめです。おら、はい、ということで重量 100% オーバーで全クリする動画、これにて無事ラスボスも倒して全ミッションコンプリートになります。はい、ということで無事全ミッションクリアすること成功しました。いやー、なんだかんだ何回ぐらい死んだのかな、3、4回ぐらい。ボス戦よりも途中の水に落ちたりとか木から落下したりとか雑魚的にやられたりが多かったですね。でもなんとか最後までクリアしきることができました。今回は縛り内容としてはそこまできつくなくて、とにかく装備の重さを 100% を超えるような状態で、この要は常に重量超過の状態以上を食らっているという状態で最後までいけるかなという実験でした。これ今回陰陽術と妖怪技などはガンガン使っていけたのでなんとかクリアできたんですけれども、これを封じられたらかなりもっともっときつかったかなと思います。とはいえ重量超過の状態以上を食らった中でも最後まで全クリすることができたのはいい結果になったんじゃないかなと思います。それではまた今後も何か面白い縛り等を見つけたらやっていきたいと思います。その時はまた見てくださると嬉しいです。それでは今回の動画以上になります。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。